さあ、うちもはこれはこの指添え、エビ添えやってたけど、その指添えって、あの歌を歌うときに、はい、あのこうやって歌うやつ、こうやって、はい、これわかんないか、なんか歌うときにこう、うん、そう、だからって歌うんですね、あの伝統の旗って、これをやってた、効果を立ってじゃなくて、そうです、効果じゃなくて応援歌を、うん、ただ一つ歌うときね、ただ、そう、エビ、そうそう、ヒタツ。実装ね、あの遠くにめちゃくちゃ僕あの聞いたのがこのねさっきも新聞にありますけど僕の同期のこの新太君って子があのどういうのかとってなんか大出走ってのがあってなんか学校からディズニーランドまで走ったんだよとか山手線一周みたいなのっていやだからそれがそこまでなかったんじゃない山手線って電車で乗るもんじゃないですか普通みんなどういうことですか普通山手線一周でだからあの、まあ、電車なんて贅沢だみたいな感じですか、うんうんまあ、駒場あのほらあの教養学部が駒場にあるから、はい、駒場からピューって走っていってピューって行って一周まで行かなかったかなもう本郷三丁目のあそこまでぐーって一周走って普通こっち行った方が近いあ、そうそうそうなんでこっち行かないんですかだってこっちでさ、だってさ、早稲田があってさこんにちは東京大学運動会応援部大先輩中島先輩現在朝日新聞記者やられてます中島先輩ですよろしくお願いしますよろしくお願いします今日あの先輩は副将と連盟常任を当時、はい、務められていらっしゃいまして、はい、その時の話で、はい、連盟伝達、はい、昭和の58年とかになるんですかね59年法政で言ったら金田先輩じゃないですか怖くないです。すごいもう素晴らしいです。すごい先輩ですけど、本当にもうめちゃくちゃ今もキレキレなんですけど、そこにそこに行くだから3年生が違う学校の4年生にこう伝達に行くんですよ。相手の陣地って試合前に。ですごいもう密な距離でこれでやりますみたいなのを言うんですよね。うんうん、それを連盟挨拶と。東大と連盟挨拶って言ったのね。で僕らの頃はなんかそれがいるのかいらないのかすごい議論がたくさん大人とあったりとか。うんいろいろあったんですけど、当時どうでしたか？ね、もうだからもうまずはね気合いがダメなのよ、はい。やっぱり1年は結構怖い人多かったので、そうですよね、でそのあとね視線を合わせなきゃダメでしょ、はいはい。だからわざとこうやってやるんで、そのねこうやってこうずらしに来るってことですね。そう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 。そうそれやんなきゃダメだったのね。ご冗談がお好きな方々が。そう。それであの気合いもちろん気合い入れてね。はい。じゃあ私東京学院のグリーダーさんね本年度は前期でもそもそも話を渡すよそよろしくお願いします1回のエール1回の、なんとかであとバトンのねバトンの曲は3回の、はい、どうぞ以上よろしくお願いしますって言うんだけど染みついてしまわれてるじゃないですかあそうもうなんかもやったら工場ありますからねあらららなんとかなんとかっていう、うん、だから法政の場合はオースでしょ、はい、おやつはチワだからさ、はいはいうん、もうあのだから神宮球場のことも本当にあれだよね歩いてるの許せなかったもんね許せなかったもんねもう走って走って3年生もそうでしたそんな感じだったでやってまあでも全然目そらされるぐらいですか全然大丈夫ですかもうそれ以上言うとちょっとやめた方がいいかもしれないいろいろあったんですねまあまあだからその、うん、まあああ花のご縁なんじゃないけどあの近いところがあったかもしれないねただトイレ連れ込まれるとかもあるかもわからんしうんトイレ連れ込まれて、はい、円髄ぐらいまでいっておきましょう円髄なんとかやられた私がいます円髄の私はちょっとわかんないですけど円髄なんとかり円髄りあの武道でさ、はい、ここピュンとなんかそういう活動に入れるというかそういや素晴らしいなんかあれですね素晴らしいですねそういうの生き残ってあれですね、じゃあまあそれですけど他になんかもう一番まあ当時きつかったというか、うん、そういう話で言うとああのねもうねあの辰口君の時はあれやったの、 あの練習前あの試合開始前の練習で、はいはい、あの神宮球場 の、はい、あの応援席の下から上までうさぎ飛び時やったいやうさぎ飛びはしてないですね走っていって並んで普通に拍手したりとかはおやじね流行ったのよ流行っちゃいけないんだけどいやそコロナウイルスみたいな言い方をされると流行ったんだよもう流行るんです各大学が
あの練習中に気合が入ってないってことになると、各大学それぞれやる、あのこうやって下から山でうさぎをするのよ、はい、で向こうがやり始めるとこっちもやり始めるのよ。それこそコロナウイルスじゃないけど広がっていくんですよ。広がっていくってきつかったわ。あっちがやってるからきつかったわ。試合前だとあのお客さんがいませんもんね。そう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 。だからなんか黒い点が向こうとこっちで見えてて、そうそうそう、なんかなんか例えば明治を倒せ東大倒せとかをお互い発声の練習で言い合ったりとか、そう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 、するとあやってるなって言ったら、いやこっちもなんかやり始めたんで、一番下が用意動して上まで行って、まあ、終わりみたいな感じですか。いや、あのだからまあもちろん手ついたりするでしょ、はい、でもそれで簡単に終わりじゃなくて、もう一回戻ってやるとかね、結構まあもちろん時間の都合もあるんだけどさ、ありました。すごいバカだよねでも僕まあそれはなんか多分今やってるのは、多分もしかしたらなんかそのそういうのがちょっとあのなんかそのなんか過激すぎる練習じゃないかって見られてる、うんうん、いや公的な場所じゃないですか、うん、だからあると思うんですけど、そう東大で僕素敵だなと思う練習が出走ね、あの遠くにめちゃくちゃ、僕あの聞いたのがこのね、さっきも新聞にありますけど、僕の同期のこの新太くんって子が、あのどういうのかとって言ったら、大出走ってのがあって、なんか学校からディズニーランドまで走ったんだよとか、普通でなんかディズニーランドにクソ汗まみれの汚い学校で着いたら先輩が1万円くれて、一個下の子とディズニーランドでビッグサンダーマウンテン乗って帰ったよって言ってて、思ったんですけど、大出走ってあります？あのね、当時はね、そこまでなかった。でもあのほら、山手線一周みたいな、いやだからそれがそこまでなかったじゃん山手線って電車で乗るもんじゃないですか普通みんなどういうことですか、普通山手線一周で、だからあの、まあ、電車なんて贅沢だみたいな感じですか、うんうん、まあ、駒場あのほら、あの教養学部が駒場にあるから、はい、駒場からピューって走ってって、ピューって行って一周まで行かなかったかな、でも本郷三丁目のあまでぐーっと一周走って、普通こっち行った方が近いですか。あ、そうなんでこっち行かんすか。だってこっちにさ、だってさ早稲田があってさ、はい、こっち行ったらこの辺にあの法政があって、この辺には明治があってこれに立教があるじゃん。だからやっぱりその各大学近くを通ろうねってよかったですね。わけわかんない。どんぐらいかかります時間で言うと。どんぐらいかかったかな。結構かかったね。その場その場ただ走るだけじゃない。そうっすよ、ただ走るだけじゃないですか。ただ走るだけじゃないから、その場で声出したりとか、その場で、うん、あとは先飛び先飛びとか、あとはあのほらあのケンタでしたり、あとおんぶして走ったりするから、はい、あと腕強化ね、これやったりしてたから多分3時間かかったかな。山手線乗るときはぜひ思い出してください。こうやって頑張ってる人たちもいや、バカすぎていや、大失踪とか失踪とかも怖いですよね、ほんとそれは。もうね、まあ、でも普段はあの駒場からあの代々木公園まで走ってて、はいはい、で、代々木公園一周して、なんか阿部君がニチャニチャしてるところを終わっちゃったら、ひたすらスクワットさせられたりをして代々木公園で駒場の森にひときわ輝く、あの歌僕好きなんですか。何でしたっけ。ありがとうございます。俺知らないんだよ。あれあの4番ぐらい、あ、新しいですか。あれはなんかあの結構新しいです。へえ、なんかあの下級生が歌う、おいらは東大応援部ですね。あれ好きですよ、うん、あれはだからあの俺たちもあとなんかリーダー長か首相かなんかがなんかオカリナみたいな服着るので、マントで途中、あ、それは増井さんが勝手にやったのかな、うん、なんかオカリナ吹いて始まったやつがあって、それは違うのかな。なんかあと卒団前のあの男性さん耳打ちしますもん、こう下級生のメッセージ。あ、それもだからそれは今はそれは新しいと思うね、うん、そう、ステージでメッセージ言われてるんだと思って素敵と思ってみたんですけど東大すごいですよ ね、 いやいやね、あの腕外すやつ何なんですか先輩ん、こういうやつ。あ、ありました。あ、親父のあの親父もがこれはこの指沿い、エビ沿いやつだけどその指沿いってあの歌を歌うときに、はい、あのこうやって歌うやつ、こうやって、はい、うん、でしょ。これわかんないか、なんか歌うときにこう、うん、そうだからって歌うんですね。あの伝統の旗これをやってた。効果を立ってじゃなくて、そうです、効果じゃなくて応援歌を、うん、ただ一つの時ね、そう、エビス、そうそう、ヒーター、ツーこれやってた。それやってた。はい、これやばいですよね。それやってた。これは大事、このこれはなかったけどね、この親ちゃんもそれもう、まあ、これだけやってる、こういうやつですね、うん、へ
すごい東大だからすごいなと、なんか絶頂してるなっていつも思って、いやいやいや受け継がれてますねちゃんと。あ、ただ今逆にこの過激になったねこのね。あ、逆にですか。あれなんか血のぼっちゃいそうです、うん、僕やるわと思って。偉いと思って。ありがとうございます。よかったね東大のみんな。ありがとうございます。ちょっといろんな話聞けました。